ゴルフは1984年にニンテンドーより発売されたファミリーコンピュータ用スポーツゲームである。ファミコン向けでは初のゴルフゲーム、アーケードファミリーコンピュータディスクシステムハドソンからはニンテンドーのゴルフのタイトルで PC8801 にも移植された。アーケード版においては CPU 相手にマッチプレイを楽しむことが可能である。また、 FC 版は、動物の森シリーズのファミコン家具として収録されたほか、Wii U 向けバーチャルコンソールで配信。全18ホール、風向きや芝目も再現されていて、実践さながらの雰囲気を持つ。BGM がなく、効果音のみと寂しい部分もあるものの、大人も楽しめる単純なシステムが、中高年層に受けて、ロングセラーとなり、約246万本を売り上げた。 ちなみにスポーツゲームのジャンルとしては売り上げ2位である。このゲームの功績は1回目にボタンを押すことによりスイングを開始し2回目にボタンを押すタイミングでショットの強さを決定し3回目ボールを打つ瞬間にボタンを押すタイミングで飛球の曲がり具合を変えることができるボタンを3回押してショットするというシステムを確立したことである。このシステムは 以後ほとんどのゴルフゲームで使われ続ける基本スタイルとなった。このゲームで使われる長さの単位はヤードではなくメートルになっている。プレイヤーが操作するキャラクターはマリオに告示したヒゲの生いたおじさんであるがファミリーコンピュータマガジンでの特集によればマリオではないとのことである。このおじさんはおっさんという名前でキャプテンレインボーに登場する。ゲーム誌。 ファミリーコンピュータマガジンの1991年5月10日号特別付録のファミコンロムカセットオールカタログではシンプルなゲームではあるが良い出来だったと思うと紹介されているゲームボーイ版はキャラクターが小さめとなっておりコース上に表示されるジャパンコースと上級者向けの USA コースの K36 ホールニンテンドー 3DS 向けバーチャルコンソールで配信ゲーム史。 ファミコン通信のクロスレビューでは合計26点。ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通り22.88点となっている。ありがとうございます。